ですね、なかなかクワガタはですね、冬を越さないんですよ、うんうん、はい、なので冬はですね、ちょうどバスケットのシーズンがありますので、バスケットに集中して、オフシーズンの時に、はい、まあ、バスケットの場合はオフシーズンの時に結構ああいった辛いトレーニングの練習が多いんですね。なんで、まあ、体育館ではどちらかというと厳しいことをして、で、まあ、そのリフレッシュの時間にそういったところでちょっと癒されるいや決してはい、ね、そんなことないですけれども、僕すごい長いんですよ、大学1年生の時に、知り合ってです、はい、でそこからずっと、付き合って8年とか9年ぐらいですかね。早いですね、それは。はい、で、まあ、ずっと僕もいろんなチームに行ってましたので、遠距離のところでっていうところですね。なんで、まあ、本当に大学生の頃からずっと、はい、もう本当気心知れて、そうですね、向こうはなんで僕の初めはバスケットっていう部分をほとんど知らなかったんですね、はい、僕はバスケットやってるってこともそんな知らなかったですし、逆に知らないことをやって癒されるっていうこともあるんじゃないですか、はい、そうですね、やはり、まあ、当時大学生の時はね、そこまでそんなに大きく考えてはなかったと思うんですけど、やっぱりそこまでその家に帰った時とか、そういった時に、まあ、そこまで僕はバスケットの話っていうのをそんなしないので、はい、まあ、そういったところっていうのは僕の中ではまた家族の時間っていうのがリフレッシュできる時間ではあります、ね、はい、もう一つ、一つですか、まあ、例えば和菓子系と洋菓子系、そうですね、洋菓子が好きです、はい、今は、難しいですね、ワッフルと、うん、パンケーキにハマってます、はい、いや、作ることはできないんですけど、はい、もうここ美味しいっていうところがあったらもうひたすらいろんなとこ行って、で結構そこ気に入ると入り浸ります、もう、はい、そうですね、僕今まで、全カテゴリーでキャプテンというものを、まあ、やらせていただいてて、でその中でこのプロの世界でのこのまたこのチームでのキャプテンというのは本当に、自分自身でもいろんな挑戦があるなと感じています。でやっぱり若いチームですし、その中で本当にたくさんのことを、自分個人としても示さなければいけない、また若い選手たちにいろんなことを伝えていかなければいけない、でそういったところというのを自分の役割として、持っているんですけれども、やはり、常に心がけているのは、苦しい時、チームが苦しい時に自分が、先頭を切って何かを示せられる、まあ、また背中で引っ張っていける、そういったところを生きるようにしていきたいなと、そういうふうに思って。